奥一穂は日本のプログラマである京都府出身。ウェブサーバソフトウェアの H2O の開発などで知られる。ウェブの基盤となるソフトウェアや通信プロトコルを専門としており、Quick, TLS, HTTP2 または HTTP3 などの実装を行っている。また、IETF でこれらの通信プロトコルの標準化や拡張に関わっている。 ダジャレを言うのが好き。000 0000001995から04から01から1995年4月、東京大学教養学部へ入学。同校在学中に、パーム OS 用のウェブブラウザである、パルムスケープを開発する。000 0000002002から05から01から2002年5月、パルムスケープの開発により、MIT テクノロジーレビューの t r 1 0に、 選出される。000 0000002005から05から01から2005年5月、ウェブアプリケーション統合開発環境の開発により、2004年度、第1回未踏ソフトウェア創造事業の天才プログラマー、スーパークリエイターとして認定される。000 00000020015から10から01から2015年10月、H2O の開発により、 第10回日本 OSS 貢献者賞を受賞する。ありがとうございます。